楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス、このゲームの模様をお送りいたします。イーグルスの先発は右の庄司、対するホークスの先発は左のモイネロ、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。左のモイネロ、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者辰巳。第1球、真ん中見逃してストライク。初球ストライクから第2球投げました。サークルチェンジ、空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、流し打ち、抜いていった。辰巳、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。左バッターボックスには小深田。第1球投げた、初球はストライク。第2球投げた、ここは振ってきました、取った。一塁送球アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。イーグルス先制のチャンスを迎えます。バッターは3番5号。第1球初球空振り、肩越しにランナー見た、投げた、打ちました。一二塁間の打球、山川取った、一塁へ送る。モイネロ取ってアウト。さあ、勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で辰巳、今日早くも2回目のバッター。初球から打ってった、ライト下がった、ワンバウンドヒットになる。ボールが点々と転がっている。中継、イーグルス1点リードに変わりました。2対1。セカンドから三塁送球、三塁タッチはセーフ、セーフ、セーフ。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。イーグルスリードで迎える4回です。今日2本のヒットを放っている辰巳。第1球ストライク、1球目ストライクから第2球投げた、打ちました。牧原交代、ヒットになります。辰巳ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番小深田、今日3打席目。第1球ストライク、初球空振りから第2球、一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。イーグルス大事な場面で盗塁を決めました。リプレイをご覧ください。第3球を投げました、空振り。第4球を投げました、打った。第5球投げました、ボール、アウトコース高め。第6球を投げました、高め、ストレートは外れてボール。第7球は小深田、選んでフォアボール。ここはよく見ました。さあ、追加点のチャンスにバッター小郷、今日はファーストゴロとサードフライ。第1球第2球投げました、ボール、振り返って二塁牽制球、二塁タッチセーフ。第3球を投げた、縦のカーブ決まってストライク。次は4球目、投げた、空振り、追い込んで投げた、低め外れてボール。投げた、低め、ボール球、あっとインフィールドフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。今日1打点の浅村。第1球打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、そして今拾い直した、ピッチャーから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。イーグルスワンアウト一塁二塁のチャンスでしたが、得点には結びつきません。4回の裏が終わりまして2対1です。同点で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で辰巳、今日は3安打猛打賞。第1球第2球、2球目ストライク、投球はこれから3球目、打った、センターへのフライだ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。
藤井降板、右の杉山、今日4人目のピッチャーとして登板です。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。イーグルス、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは DH の辰巳。イーグルス、ここは何としても塁に出たいところ。ストライク、いきなり156、打ちました。サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。サヨナラ勝ち、浅村素晴らしい一発で見事サヨナラ勝利です。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルス、さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。